はい、お疲れ様でございます。コレンさんです。ですね、見てもらえればですね、ちょっと分かっていただけるかと思うんですが、キャンツーに行こうかと思います。で、準備を今してたんですけど、とりあえず乗せてみました。バッグを、ツーリングバッグを。でですね、まあ、この、とりあえず乗せました感がね、なんとも言えない。これ本当にキャンプ地までたどり着けるのでしょうかね。いやいや、どうでしょうね。これね、YouTube の動画いろいろ見あさってですね、コットってやつがいいよっていう風に聞いたんですよ。コットってやつですね。入ってるじゃん。コットってやつがいいよっていうので買ったんですけど、重いんですよ、これ。しかも、その動画の人はここにつけるんだよって言ってたんですけど、結構ね、グラッチョ。グラグラしてるんですよね。これね、グラ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 。これ。ここ挟まってる感じなんで、いや、いけんのかもしれないんですけど、それと、なんか斜めってる気がするな。これね、締めても締めてもね、不安でしょうがないんですよ、これ。で、最初、この後ろのね、紐を、ここの、パニアケースつける穴があるんで、ここにね、つけようとしたんですけど、なんか、それでもいいような気がしたんですけど、こっちをちょっと買って、ナンバープレートのところ、こっちにしてみましたね。なんか、長い方が安定するなんてことはない。まあ、張りがあるから、しなる、ある程度しなりは得られるじゃないのかなみたいな、みたいな感じなんですけど、これね、今週末行こうかと思うんですけど、このね、思いっきり背中当たるんですよ、これ。乗るときも、これ、足はこう、回せないんで、よいしょ。こういう、バイク便の人ってこうやって乗ってんのかな、まあ、こういう感じで、乗るんですけど、もう背中がね、こう思いっきり当たって、この背当てみたいな感じになってますね。いやー、生きて帰ってこれるかな、不安だな。いや、ちょっとね、行きますよ。また、その時の動画で、その動画、キャンプに行った動画がうまく持って帰って、生きて帰ってこれれば、その動画でお会いしましょう。これなんですけど、結構持ち上げるのもね、やっぱ重いしね、重心がね、高いんですよ。重心が。高いから、生地重たいバイクよりも、取り扱いが非常に怖い。ですね。何キロあるのかちょっと測らなかったんですけど、かなりの重量ありますね。で、これサイドスタンド立てても、あんまり倒れない。もう、サスが沈んじゃってるから、あんまりこうグイーンってならないんですよ。これもね、結構怖い。だからハンドル切ってやらないと怖いですね。で、走ってもなんですけど、いやー、怖いっすよ、走っても。もうね、重心がね、高いから、こう、倒し込むグラって、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 グラってくるんですよ。スピードが出ればそんな怖くないのかもしれないですけど、スピードがゆっくりの時にはこうグラってしますね。いや、怖いっすよ。いや、皆さん本当よくね、こんなこと平気でやってんなと思いますけど、なんかそういう動画って見たことないですよね。なんか普通にしれっとキャンプに行きましたみたいな、キャンツー行きましたみたいな動画を見るんですけど、優雅にキャンプを楽しんでる姿の動画はね、こういうね、もがいてる姿の動画はね、ちょっと見当たらなかったんでね、私人が作ってない動画作るの大好きなんで、とりあえずね、この怖さが、少しでも伝わるわと思いましてね、動画今回してます。いやー、これや、それではどうも皆さん失礼します。さようなら。